めっちゃ金魚泳いでる花火だ、綺麗、すごい、これ何、すごえ、いい、一番好きそんなことはないかもしれんけど、え、めっちゃ好き、なんか今回のこの季節のやつ可愛いね、めっちゃ夏じゃん、金魚ありがとう、ありがとう、たくさんありがとう。今日はですね、朝からレッスンやらレコーディングやらをして、で今次のレッスンまでちょっと空き時間っていう感じで、夜ご飯ちょっとコンビニで買って食べて、今食べ終えて今です。さあ今日もね、多分夜中まで、夜中までっていうか夜中のレッスンになっちゃうと思うので、ちょっとね頑張っていきたいと思うので、ちょっと配信したらちょっと休もうかなと思っております。うん、そうコンビニ行ったらさ、見てこれがあったの、カフェモカスタバの、おいしい、スタバのカフェモカすごい好きでさ、コンビニにあんねんやと思ってびっくりしたの。そうコンビニにあった、飲んでみる、いただきま、うん、あ、おいしい、美味しい。さっきさグラタンでさ舌をすっごいやけどしてるから、ちょっと味がよくわかんないけど、でも美味しいやあっちかったの、グラタンが舌がずっとピリピリしてて泣いてる、でもめっちゃ美味しかったグラタン。お店と変わらないって、でもなんかお店の方がなんか甘く感じるけどね、わかんない、お西が今舌やけどしてるからちゃんとした味覚をしてないだけかもしれないけど、なんかお店の方がなんか甘く感じる。やけどのせいかな。そう、家ってそう、ここ鬼神地すごくない、鬼神地ってカラオケあるんだ、すごいでしょ、お金持ちなの。そう4人まで遊べるカラオケがあるから、そう大豪邸マジ。そうしかもここ完全に防音だからさ、どんだけ叫んでもあ、このドアをガチャって閉めてれば何も聞こえないんだ。わーすごいお家でしょ。ここの部屋だけで実際の大西の部屋より全然でかいわ、多分。それは持ったかな。それは持ったかな。ふん。ふん。そう、すごいでしょ。ドラムもあるんだ。すごいでしょ。ドラムもピアノもある。すごいでしょ。ドラム叩けるんだよ。こっち側に、ああ、そこなんでこんな狭いの、いけた、みんな音ちっちゃくしてうるさいよ、みんな音量下げたかい、せい、おー、いく
ぜ。こことここで合ってる。いくで。せーの。絶対違うわ。こんな音じゃないよな。もう一回いくで。せーの。お金持ちでしょ。すごい。すごくない。上手。上手。やった。ピアノもあるし、ドラマもあるし、ギターもあるし、カラオケもあるし、何でもあるわ。いて、すごい。練習したの？え、上手。え、嘘。本当にそんな褒めてくれるの？嘘。やった。やった。ふん。あ、ママがいる。そう、豪邸だからさ。いつからやってるのって。1分前1分前から始めました。ドラム歴1分。そう。やったね。うん。地道に練習しててよかったねって。よかった。やっぱこのさ、1分間の中でもさ、やっぱり1分間ってさ、1秒がさ60秒あるわけじゃない。1秒が60秒あるじゃない。それの最初の1秒から10秒までの間、10秒から30秒までの間、30秒から45秒までの間、このね、刻み刻みでね、やっぱり自分の中でインスピレーションっていうか、やっぱりこう自分と向き合って、ドラムと向き合ってっていう、その成果が今これみんなに披露するっていう時に出せたのかなと思って、やっぱこうやって地道にやってきてよかったなって思いました。ありがとう。うん、ありがとう。でも私リズム感本当にない人間なので、一番できないだろうなと思う、楽器で。ドラム、なんか吹奏楽一瞬だけ中学の時にやっててさ、で自分の楽器を何にするかみたいな、最初回るのよ全楽器。そうで全楽器いけたのよ。でもね、ドラムはできなかったの。足と手やってること違うって、いっちゃん無理。いっちゃんできないの。もしリズム感ないんですよ。何にしたって結果ね、フルートになったんですけど、まあでもすぐやめちゃったんですけど、そういろいろあって。そう、そうなんだよね。ピアノも足と手違うことしてるじゃん。なんかあれはさ、なんとなくジャーンって時にさ、一緒に踏めばさ、
よし、ピアノも全然できないけど、なんだろうね。そう、難しいよね。でも楽器って AKB もあったよね。友よ思い出よりって、ゆきりんさんがドラムしてる、ゆきりんさんの輝いてる地よ、おちゃちゃちゃ、そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。てててうん、そう、好きやな曲。桜の歌が街に流れ、あっという間だった別れのどん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 。ドラム似合いそうやって。本当に手だけならできるかもしれない。太鼓の達人だからね、大西は。そう、なんて言ったって太鼓の達人だからね。中学生の時このドラムのバチでやってたわ、太鼓の達人ゲームセンターで。そうなの。そう、ドラムのバチはなくて、ドラムのバチじゃないや、太鼓のバチはさ、ここにあるじゃん。で、なんか軽いのでやりたいってなって友達と。で、これが2セットやったかな ?2 セットで500円か400円かなんかで、友達と、え、じゃこれ一緒に買おうよって言って買って、それでこれで、どんどんどんってやってた。そう。でもね、やりにくかった。なんかね、跳ねるのよ、なんか。このドラムのこのバチじゃないな、スティックか。まあ太鼓でやったらね、こうピューンってこっちに跳ね返ってくるから、すごいやりづらかった。だから結局使わなかった。そう、音ゲー得意なのね。でもめちゃめちゃ得意なわけでもないんですよ。ほんと太鼓の達人だけ好き。ちゃんとなんかあれしてるんですよ、なんだっけ、今音ゲー携帯のね、プロジェクト世界っていうあのやつアプリがあって、あの音ゲーなんですけど、それはね、あのボーカロイドの曲とかがいっぱいあるから、そう、ボカロの曲好きだから鬼そのゲームやってるけど、ちょっとでもね難しくなるとね、できない、ややこしくなると。でも太鼓の達人はドンとカーだけやから、あれはできるんですよね。なんかこっち行ってあっちや、なんかす押したまんまみたいな、うんってなる、分かんなくなっちゃう。そう、だからそう、太鼓達人はできるの。そう、そうなのよね。そう、だからね、できないんですよ多分ドラムも。足担当と手担当とかやったらいいのよね。大西手担当やるわ。足担当でもいいけど。35分になったら終わるね。そう、あ、タップないよ。そう、太鼓の達人どんなレベルなのって。でもね、別にめちゃめちゃうまいわけじゃない、あのあれとかはできない、あの裏の鬼みたいな、なんか優しいみたいなやつと普通みたいなやつと難しい鬼で、もう一個先の鬼があるんですけど、もう一個先の鬼はね好きじゃない。できない、あんまり。鬼でいつもやってる。
そう、スマホ版の太鼓の達人やったことあるって、ある課金してるあれそう、あれちょっと課金すればね、あの 音楽取り放題なのよ。なるべくちょっと課金して、そうなの、課金するの意外って。そう、ほとんどアプリで課金なんてしないんですけど、西太鼓の達人ぐらいかな、課金してるゲームって。そう、マジで太鼓ぐらい。太鼓か、なんか昔にね、お仕事でなんか使う用のアプリ、なんか編集アプリみたいなの一回入れたことあるけど、もうそれも使ってないし。そう、そんな感じ。まあ、アプリに課金しないかもな。好きな曲あるって。でも中学の時にめちゃめちゃしてたのは、あの夏祭りっていうさ、王道の中の王道の。でもあれはね、だから目つぶっても多分できる。そう、そう、あとあの曲好きだったんですよね。何だっけ、てて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 てみたいなナムコオリジナルのね曲があって、伝説の祭りやったかな、てててて祭りっていうあれも多分ね、目つぶってできるぐらいだった昔。あれ好きだったんですよ、あの曲そう、そう、めちゃめちゃやってたな昔。本当にポケモンと太鼓の達人とラブ&ベリーとみたいな。その3つは本当にね、いろいろ費やしてきた気がするそう、あとはとっとこハム太郎やなとっとこハム太郎系もめちゃめちゃゲーム買った、お年玉とかで。たまごっちやって、たまごっちもやってたな。でもなんかめちゃなんかそこまでじゃなかった気がする、たまごっちは。そう、ハム太郎大好きやったの本当に。ゲーム今でもやりたいと思う。あのゲームと、あのゲームが好きだったんですよ、とっとこハム太郎のゲーム。あのね、とっとこハム太郎4やったかな、4やったかな、なんかで虹の傘を作るみたいなゲームがあって、でその虹の色を、オレンジならあの果物のオレンジみたいな、リン赤はかき氷のシロップの赤をのそのやつをとなんか取ってくるみたいな、なんかゲームがあって。でもう一個好きだったのが、なんかね、とっとこハム太郎の大将くんっていうちょっといかつめのハムがいて、でその大将くんの自分で掘ったお家みたいなのがあって、でそこにみんなのお家があるみたいな設定だったんですよ。みんなの部屋があって、でその他のリボンちゃんとかコウシくんとか、
マフラーちゃんとかをみんな部屋に集めるっていう、みんなを呼び戻すゲームみたいなのがあって、そう、そのゲームもめちゃめちゃ好きだったんですよ。あ、お時間だ、終わろう。そう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 、そう、そのね、2つのハム太郎のゲームがめちゃめちゃ好きで、そう、のっぽくんやったかな、そう、遊園地とかに探しに行くんですよ、のっぽくんとかトラハムちゃんとかを。そう、またやりたいなってめっちゃ思う。そう、主人公ハム太郎でね、4つ技が使えるんですよ。技っていうか、なんかそう、ラブ集めるやつじゃなくて、そう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 、そう、ラブ集めるやつ、ハートみたいな、喧嘩してんのも仲直りみたいな、あれ違うっけ、そうやんな、あれ、牛、なんかとなんかのゲーム混ざってる、なんかとなんかのゲーム混ざってそうやな。そう、なんかね、でも混ざってたとしても、そのどっちも好きだった。よし、ちょっと終わるわ。メールも送りたいのでね、じゃあちょっとそろそろランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。うわ、懐かしい、めっちゃ好きだったハム太郎、本当にやりたいゲーム。いくよ、1位エイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークモムちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がひろかしんさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がけいじさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が、SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がけい、あれ変わった、変わってない、変わったっぽい。7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そしてあれ合ってるよね、いくよ、8位がリプトンアットマーク大西さんと出会ってから6回目の誕生日を迎えましたさん、ありがとうございます、イエイ。そして、9位が、9位が河内さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がコバアットマーク大西星さん、ありがとうございます、イエイ。そして、11位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がおかゆさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。誰も今呼べなかった人いないよね、途中でちょっと変わっちゃったっぽいけど大丈夫かな。大丈夫そうか、ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではこの後も引き続き頑張ってきます。じゃあね、ありがとうございました、バイバイ。